削り合いにもなってくるこのブリンカービン。ドリル、ドリル、横スマ、かすりで割ったが、ドリル。さあギリギリのところで戦っている。投げは入らない、着板で。ドリル、おっと最大取りに行く。さあしかし後ろ蹴りで切り返して受けてきている。あった逆に投げていく。さあここ落とすとでかいぞ。出してからドリル、これは上が当たりそうだ。おっとスキルカーをくれれば。読んでいる。左右台車どちらに動くかも見て、さらに読んで出していく。後ろ蹴り、さあなかなか脱出できない。左右台これは厳しいか。おっとまだ生きている。弱パン投げ、これが黒の得意技。59% なのでドリルが当たるともう一気にフィニッシュまで持っていくんじゃないかというパーセンテージ。相変わらず空中戦から相手よりジャンプを残した状態で、おっとかすったがドリルからドリル、あー上が出ない。ニュートラル切り返す。おっとお互いちょっとびっくりしちゃった感じですね。これは決まりそうだ。おっと、うおー避けている。ドリルからウエスマ、これは痛い。ニュートラル。さあ吹き矢そしているのか。投げている、これはまさか。まあ、一か八かのストーンでしたが、当たれば流れが変わる一撃。この大勝負にそれを持ってくる。当たっている。おっと投げ入らない。 45% のプリンにカービィは後ろ蹴りをつけて阻止したい。ドリル当たって、おっと、そこで反撃を出してくると、ただでは死なないと。さあ空中戦、投げ入る。さあ基礎試合できるのか。あ、できている。さあ今回はしっかり締めていった。あ、ここでなんとかリードを取りたい袋。このストックかなり重要になってきます。後ろ蹴りから相打ち、これはドリルから、ドリル、これは上で逆転されてしまう。追い込まれた袋、ワンゲラ優勝に王手。ドリル当たっている、ずらしている。着板、着板、着板同士上から。さあパーセントが溜まっていく。しかしカービィ側一発でも当たれば大逆転ができる可能性を秘めたキャラクター。相打ち、後ろ切りしっかりやって基礎し、つなげたい。惜しい、まずい、危ないですね今のは。ヒヤッとした瞬間でしたが、どうなる。完全優勝させてしまうのか。おっと
ない。笑顔は読んでいました。